麻雀を取られてしまいましたね、ぐーちゃん。年齢してる。お兄ちゃん、お仕事してくるね。うん。うん。はい、というわけで、ブヒケンです。本日は、木曜日。今日もね、話でもするかいっていうのと、作業動画2本立てで出しますんで、今から作業の動画の方に入ります。まあさっきも言ったように、とりあえずいろいろ待ってる状態なんで、今手つけてるところはとりあえず、まあクロム屋さんもね来てくれるんで、まあそれはちょっと置いといて、だからグリルもちょっと塗れないのでね、ちょっと置いといて他の作業をしていきます。フレームにくっついてる変な汚いやつを取っ払えっていうのと、マフラーは一番最後にちょっとリフトで上げてやるんで、それ以外のやつだね。一個頼まれてたのが、なんかね、アクセルのここのバネあるじゃん、戻り、これのせいかな、なんかアクセルが重いんですって。いや、だけどダヨンダヨンだよ、そんなに硬くなさそうな感じだけどな。ちょっと踏んでみようか。あ、腰が痛い。よいしょ、ちょっと待ってね、せっかく装置したの。あ、腰が痛い。ドリドリ、そんな硬くないけど、普通だと思うんだけどな。あんまりバカバカやると燃料がもっと軽くしたいってことかな。そんな硬くないと思うよ。硬いだか、人によっては。ちょっとあそこのバネうまくやりゃあれじゃない、そこまで硬くないんじゃない。硬くないけどね、別に、あの僕の感覚はね。うん、ただオーナーさんが言ってたのはちょっと硬くて、うん、踏む時に強めに踏んじゃう時があるもんで、そうすると車がこんなになるって言って、まあそりゃそうでしょうね。でだけどそんなでもないと思うけどな。まあちょっと言われたからやってみようか。メガネがどっか行っちゃってさ。わあ、ここちょっと待ってね、どっかでわかると思うんだけど、あのぐらいの方がいいような気するけどな。取れないぞ、おい国野郎。よし、ここでしょ。いやー、そんなじゃないと思う。別にもっと軽くすんのかな、したいのかな。これ一個でどこまで伸びてた、さっき。そんな伸びてないよな、こいつだって。あ、結構伸びてるか。半分ぐらいのバネの引っ張りにしてあげようか。いいじゃあ、こうなってたのがこのぐらい、ちょっと引っ張れてた方がいい気がするけどな。まあ、結局ここしか引っ掛けるとこがなかったから、そういうふうにこうなっちゃったと思うんですけど、これでバネの長さが合わないからっていう、硬くなるっていうことかな。ほんだったらこいつが引っ掛けてさ、そこまで引っ張ってないようなぐらいのところにこいつが引っ掛かるステーを作ってやればいいだけなので、やってこう。まあ、そういうの売ってますけどね。ここからこうやって追っかけれるやつさ、売ってるけどさ。まあちょこちょこっと作れると思うから、ちょっと作っちゃいますよ。とりあえず今こういうのを作ったので、
よいしょ。こういうのを作ったので映ってない。ちょうどバチッてはまるので、これが浮いちゃったりしてるとね困るんで、バチッとはまるようにして、でここからもう一本ステーを作るんですが、ちょっと調整できるようにしといてあげようかね。はい、というわけでこういうやつを作ってきました。ちょっと映んない、こういうのちょっとつけてみましょう。で、何にも引っ張っていないところがここ、つうかね、メガネがないもんで、ね、見えねえんだこのちっちゃいの。わかりますかね、オーナー様、これ何にも引っ張っていない感じ。ここで多分踏めばまあ柔らかいと思う。うん、で1、2、3、4、5、何個だ、1、2、3、4、6個穴を開けておいたんで、こっちに行けば行くほどきつくなってく。でもう一個下にも緩いやつを作ったんだけど下から2番目のところに今はめてるところが微妙に引っ張った感じね。よいしょ。で一番下に付け替えると、あのただ何も引っ張ってないところになります。でもそれはちょっとねあれだから、で一番上から2番目ぐらいが最初の位置だと思う。よいしょ。こうね、ちょっと軽く締め込んでアクセル踏んでみますね。ちょっと待って、こう見てくれると分かると思うけど穴が開いてるでしょ。うん、で斜めにしといたんで、ここね、上にすればするほどだんだん強くなっていく。で下にもう一個あるけど、そこだともう本当に引っ張られてない状態になるで、ここの2個目ぐらい、ここでいいんじゃねえかな。でこれでちょっと踏んでみよう。最初ぐらいでも俺は別にいいと思うけどね、あの、でもまあ人の好みというものはやはりあるので、ちょっと待って、はあ、じゃあ踏んでみますね。オーナー様、クセアラ系です。うん、戻りもちゃんと戻ってくれる。これぐらいだったらオーナー様いいんじゃない。な、まあ、何回も言うけど最初ぐらいでも俺は構わないと思うけどね。まあね、オーナー様の好みがこう軽いやつだと思うんで、うん、そんな感じで、ちょっとここねじっときましたちょっとぐらいなんかしとかないとさ、ねえ、面白くないじゃんね。ここもなんか形のやつにしようかなと思ったけど、いいや、まあ、こんな感じでいいですかね。まあ、これでもし柔らかかったら1個上にしてもらってとか自分で調整できるんで、うん、多分ね最初はねこの辺ぐらいの硬さだったと思うよ。うん、そのぐらいでいいと思うんだけどな。まあ、じゃあこれでね、ちょっとシンナーが到着したらこれもね、錆止めして色を入れときますね。うん、ちょっと細工してみた。ちょっと細工。はい、エアクリーナーをつけても避けますね。上の方にしちゃうとちょっと当たるかな多分ね、ここがこの上ぐらいだからね、そこまでは大丈夫。多分ここがオーナー様一番いいって言うと思うな。まあエアクリーナー別に上に上げること、あ、できねえのか。この、あ、できるか、数センチは大丈夫だね。ここにも穴開いてるし、よし、じゃあこれでオーナー様ここはいいですね。よいしょ。こういう感じのやつね、売ってるには売ってるんですよ。別に売ってるには売ってるんだけどな、まあまあすんだよな、買うと。うん、これでいいでしょう。さて、もう次はあれか、もう全部パーツ待ちか。一日が終わるのは早いですね。もう夕方です。ちょっとねぐーちゃん散歩に行ってきます。何しとん。